そうですね、やはり60試合という長いシーズンになりましたんで、その総合力っていう意味ではやっぱり戦力差はあるかなっていうふうに思います。ただその当初皆さんが思われてた以上に、その開幕戦含めてですけど、その全く戦えないレベルではないっていうところで、面白さはまだまだ十分あるのかなっていうふうに思いますね。はい、工夫して戦うっていうことをより求められていくと思いますし、そこにクリエイティビティとか競争力とかっていうのが生じてくるとは思いますけどね。はい、なるほど。そうした中で、もともと、それぞれの強さの違いというものは、小川さんどういったところに気にして出てしまっていたようなところがあるんでしょうか。うん、結局なかなか統一リーグにならなかった最大の理由は何かというと、 NBL の中に5チーム、日本を代表するような大企業をバックにした企業チームがあったわけなんですよね。先ほど藤さんおっしゃったように、そのトヨタ自動車ですとか、東芝ですとか、愛信、日立、三菱電機という、もう本当に世界的な大企業が率いている企業チームがあったわけですね。そこが結局なかなかプロ化に踏み切れなかったわけですよね、実情。でも本当世界的大企業ですから、